なんだろう、なんか少数派ですけど90年代が好きな人がいるので、うちの作品はそんな感じの朝っぽい感じを出そうかなと。よろしくお願いします。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。
今は3年生2人と2年生2人でやってるので、だからこういい感じに縦割りのバンドが組めてるんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。いや本当、そう俺多彩に入ってたんですけど、そう新入生っぽい、だから新幹部でやらなきゃいけないでしょ。俺90年代のホロクが好きで、でちょっとエリマはその時そういうのやってなくてエリマ入ってたんだけど、でちょっとこっち来たら遠藤とかそういうなんか好きなやつがいて、ミシェルやらせてもらってそれで入ったみたいな感じなんで、ぜひなんか雰囲気で、まあ、サークルの雰囲気ってあるんで見てもらえればなと今日一日通して思います。で今日は主役森春樹なんで、なんか喋ってもらおうかなと思って。いやいやソロ撮ったよ。まあ喋ること考えてたんですけど、実際なんかあんまり思い浮かばなくて、でなんか昨日なんかすげえなんか寝つけなくてですね、なんかいろいろどうしようかなって手持ち無沙汰で LINE 見たら、なんかこの4人中3人が
なんか眠れない眠れないっつってじゃあ電話しようぜってなって、なんかすごいなんかこんな空気感のバンドになって嬉しいですね。新刊の話か、なんかそうですね、自分も、まあ、初心者から始めさせてもらって、なんかすごいあったかいサークルだなと思ってますね。なんか皆さんいなかったらこんな上手くなってない、上手くないけどなんて思って、結構え、なんか初心者の方とかいたらなんか言いたいことあったんですけど、なんかあんまりないっていうか、1年生全然いないから。いるよ、いるよ、いるよ、いるよ。じゃあなんか、まあ代弁してほしいっていうか、なんかこんなこと言ってたよみたいな、なんか俺も最初軽音怖くて全然なんか入れなくて、知らない間に確定飲みがやってて、確定飲みから入ったっていうやばいやつなんですけど、まだ鍵開かないそうなんですよ、音源の鍵まだ開かないんで、確かなくなったんじゃない。で、それでなんかちょっと言いたいというか、なんかそう伝えといてください、あの一歩踏み出してほしいです。なんかやりたいけどやらないはもったいないので、やりたいんだったら怖いけど会議室のドアを叩いてほしいなと思ってます。そんくらいです。ありがとうございました。次が最後の曲です。はい、うまいよねマジで。俺さ、ちょっと無茶ぶりでさ、最後ソロ弾けよって言ったら、なんかさ普通にいいソロを弾き上がるので、俺最初弾こうと思ってたんだけど、絶対お前ら言うやん、ハスやなみたいな。俺あいつのやつに弾いたら絶対さ、あいつのが上手いってみんな言うから、ちょっと嫌いだから俺弾かなかったんだけど、そう、いや本当すこよし、じゃあ一日頑張りましょう。サニーデイサービスをコピーする人たちでした。僕の日と日曜日の朝に、目まぐがするような朝日を見る、地平線の向こうへと翻る青い太陽の日差しの中で、どこからか栄光の風が二人を